頼もう。ようこそリーハースへ。僕の、家というか新しい新居を紹介します。ルームツアーということで、需要があるかわからないけど、ちょっとルームツアーをさせていただこうと思います。じゃあちょっとゆかしさん、はい、僕の部屋を紹介しますね。はい、待って、仮設立ててから入るわ。はい、仮設立てて。仮設は、物があまり少なくて臭いが、うん、失礼いたします。はい。いや、あるあるある。え、汚い？あー、そんな匂いしないの。でもこれさ、どこから歩けばいいのかな、うん、いや、なんかまず最初に何か靴下履いてないやつだからまだ大丈夫。履いてないやつだから大丈夫。履いてない割にはボロボロだね。そう。これ何？食べかけのチョコレート。いや、違う。おーって感じ。落とし穴とかありそうだね。うん、でも意外と綺麗じゃない。まあね。うん。あ、そうか、ここから撮らないと映らないのか。意外と綺麗だよね。うん。うん。ね。てんてんてんみたいな。想像よりは。うん。ものはなかった。意外と綺麗。え、臭くはない。臭くはない。おお。なんかこの家の匂いがします。普通に。おお。うん。男の子の部屋ってこんな感じなんですかね。汚い方ではある。なんか漫画とかこういう感じな気がします。のび太、うん、部屋みたいな。そうそうそう、のび太の部屋みたい。全然嬉しくないな。褒めてるよ。褒めてる。ドラえもんが出てきそう。引き出しはないけど、ツイッターさらしていい。いいよ。で、ちなみにこちらがあれです、キッチンです。そう、またキッチンはまあまあ綺麗です。うん、ね、綺麗だよね。映ってる。2階に招待しますね。2階が2階にちょっとお邪魔します。静かめで。2階はこんな感じで、それぞれ部屋があって、こっちからちょっと待って、寝てるからちょっと一旦やめよう。怒る？怒りはしない。雪だるまつくどう開けてー。何？マジで大丈夫？どうも。あ、どうも、やばい家。おはよう。おはようございます。すいません、起こしてしまって。どうも、やばい家。ちょっと今ルームツアーをしてて、トントンしてしまいました。やばい、いっぱいいるじゃん。はい。何これ、この今やばいな、これ見たい。 いいですか、一瞬だけ。これさ、ひどくない？ちょっと一瞬使えないかもしれない。この部屋やばいよ。 OK、 分かった。俺もね、分かった。じゃあ絶対概要欄に載せるよ。はい、絶対アルゴチャンネル載せるよ。はい、この部屋承知しました。この部屋は、リーハウスの中では、ゴミの部屋と呼ばれております。ゆかし先に入って、ゆかし先に入って、この吐き溜め、やばい、臭い。これ、吐き溜め、吐き溜め、ゆかし先に入って、怖い怖い。魔物がするよ。シンくん、ひどいよこれ。ひどいよ、もっと映せよ。すげえ。これ誰だよお前。誰だよお前。どれだろうか。いや、でも想像より、これ、いやでも言っとくけど、シュンくんの部屋の方が汚いよ。シュンくんの部屋よりいい部屋だね。うん、いい部屋、VIP ルーム。これひどいよ、俺もう、ほんと、ほんと。どうも、アルゴチャンネルのケンチャです。どうも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 。でも意外と綺麗だよね、ゆかし。意外と綺麗。ここは地獄かな。洋服なかったら、そう、綺麗なんだよ。洋服なかったら綺麗ですよね。そう、ダンボールも全然、許容範囲やね。いや、枕とかちょっとどんな匂いするんだろうね。ちょっと嗅いでみる。いや、いい、一回嗅いでみ。シュン君嗅いできた。いや、でも色が変色してるじゃないですか。そうなんだよね、ちょっと色変色してる。こういうやつなんですよ。おはようございます。おかしいやろ、おかしいやろ。全然臭くない。全然臭くない。ほら、あれですね、こんな感じの賑やかな家です。はい。どう、リビング。リビングの方が綺麗ですね、シュン君の部屋。
そうで掃除当番が決まってて、こんな感じで毎週あの右ローテーションをしてるんやってね。ちゃんと掃除してますか？うん、掃除してる、めっちゃ。スーパーバイザーって何やる人や？スーパーバイザーはあれ、みんなが掃除ちゃんとしてるかチェックする人。そしたらもう全部シュン君がやればいい。いやいやいや、あの全部さやったら家賃安くなるとかすれば。確かにそれはいいよね、こうやって分担をしてます。ちょっと住みたくない。いやー本当にね、リピーター率ゼロ年ってね、ここえ、リピーターって一回ここに住んでってまた来た。あ、一回例えば遊びに来てもう一回来るみたいな。あー、パーティーにもう一回来てくれる。そう確かに確かにじゃないから。撮影だったらまあいいかなって感じだよね。うんうん、なんか、変わったことはあった？変わったこと、毎日変わってる。あ、でも髪染めたよね。うん、染めてない。あれ、そう、上京してきてん。おめでとうございます。そう、2週間前にこの間ゆかしと会った時は、金沢に住んでたよね、まだ。金沢の家売り払ったの？そう、売り払った。あ、そうなんだ。じゃあ就活は一旦ストップしてるんだ。就活は、年内までベンチャーと外資を受けていて、で、1月に入ってから、もう特になんかこう選考とかを受けることはなく、その夏にやっぱいっぱいインターンに行って、自分の就活の軸みたいなのがたくさん出てきたりとか、なんかこう、まあ、3月の日経の解禁に向けてこう準備する時期かなみたいな感じで。だからね、なんか特別何か新しいことをなんかやってるっていうよりかは、なんかこれまで気になってた本を読んだりとか、デザインに興味があるんで、そのデザインの勉強をして、インスタグラムに毎日こう更新したりとかしてるんですけど。デザインの更新をしてるんやん。そうなんていう、またちょっと遊びに来たいと思う？絶対行きたくない。はい。え、絶対タチションでしょこれ。いや、そんなことない。上がってるよ。そんなことはない。タチション禁止にした方がいいんじゃない？飛び散るよ、ちょっと伝えておきます。え、でも、あ、まあ、臭いね、ちょっと臭いわ。匂い嗅がなかった、ちょっと怖くて